48チームエイト山口県代表、そしてチームA兼任の下尾美優です。今日はノーウェーマンの振りを皆さんにレクチャーしたいと思います。楽しんでいきましょう。ナンバーワン、蹴ります前に思いっきし蹴ってパッ、頭のところに手を持ってきます。その後この斜めの線上に手を握っていきます。こう来てこう来て1,2,3と握ってグッと寄せつけます。で回して、引っ張ってここでワシャワシャーってします。斜め上の辺でワシャワシャしてダンとダウンします。パート2がここから手をこうダダと持ってきます。もう普段のストレスをぜひぶつけてください。パッ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 。でこことっても難しいんですけど、手をヘッドホンしてるような位置に持ってきてダッ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 を早めにパッ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 とやります。ナンバー3をやりたいと思います。足は曲げずに右左右左と左右に揺れます。で手なんですけど、手がガオッとして、まず右手を左頬ですね、左頬で左手を右頬、右手を右耳、左手を左耳と持ってきます。一緒にやってみるとダンダンダーダーってなるので、その次はこの浮いたまま足をつけるときにダダッダンでこんにちはってします。1回目、2回目の時にこのこっちの左手を体の一番外まで引っ張ります。持ってって掴むで一人の場合は多分自分の好きなタイミングでもあります。おおおおでベイベイでしゃがみます。でその次、もうほんとここの背中から手が出てきてる感じで横から見たらおおおおベイベイとなってます。前から見たらボッボッボッベイベでノンに入ります。はい、パート3は以上です。ノ、これは手をパー、この間をしっかり開けて全力のパーをしてガシッとこうなるようにします。ノーノーはメン。その次、もうブロックを下持ってきてこっち来て持ってくるという動きをこれと一緒にやっていきます。のののののめめん。で次ののはめん。これを同じ動作をしてるんですけど体の向きが入ってきて、左向いて右向いて正面向くとなります。皆さんお疲れ様でした。ノーウェーマンの振りは結構激しくて難しいので大変だったとは思うんですけど、皆さんついてこれましたか？うん、ついてこれましたね。